村本大輔、高井隆を本本物の政治家と絶賛。本日立憲民主党の高井隆さんが緊急事態宣言が出ている最中に風俗店に行ったとして立憲民主党が除名処分といたしましたがそれを受け芸人の村本大輔さんが本物の政治家だと絶賛されておられますけども。 まあこちら、保障動向というのであれば、高井さんは政治家として、国会で政府に保障の対象としてほしいと、要請すればよかったんじゃないでしょうか。まあそもそももうすでに政府は、こういった風俗店などについても、保障の対象としておりますけども、 こういった高橋さんの行動は、まあ、政治家こう以前の問題で、COVID-19 をですね、店に持ち込んでしまうかもしれませんし、まあ、当然そうなれば、従業員に感染させてしまうかもしれない、まあ、そういったリスクがあるにもかかわらず、まあ、このようなお店に行ってしまったということになりますので、まあ、高橋さんの行動は、まあ、俺は関係ないと思ってるですね。 典型だと言わざるを得ませんこのような高井さんの行動、村本さんから見ますと、本物の政治家のように見えるようでございますが、政治家であれば、特定の店舗、個人に対してではなくて、広く多くの国民に対して、何かを実現するためにですね、 仕事をするべきでございますので、村本さんには、ぜひとも、政治家とは何たるか、しっかりと勉強し直していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。